ダスタジオタートルチャンネルへということで、本日も引き続きゲストダンサー関西ジャズスリッパーズリーダーゆうきさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。さあ、ストリートダンサーが今ねちょっと謎に包まれてるラテンのステップ、これすごく今注目されてるんですけれども、その謎に包まれたこのベールを剥がしてくれるうちのチームの生き字引ですよ。もうむちゃむちゃ知ってるっていうゆきさんを皆さんお呼びしますからね、楽しみに。今日も新しいちょっとベーシックの、ラテンのステップを教えていただけるということで、今日は何をしていただけるんでしょうか。今日はね、はい、前回です。国にもやった、はい、数字9。数字9ですか、うん、前回は僕は、ちょっとジャズベースのね、ジャズのパーティーダンス風にやってたんですけど、ちょっと触りでラテンもこんなあるよっていうのは言わせてもらったんですけど、今日はそのラテンの数字9の、うん、ベーシックパターン。はい。これまたいいですね、うん。楽しそうですね。じゃあ数字9、ラテンベーシックという形でいいですかね。はい、じゃあ早速今日もお付き合いください。はい、ということでね、はい、数字9のラテンベーシックということなんですけども、うん、まあ、数字9っていうのは僕も前言ったんですけど、前にね、足をこう引っ掛けていくステップということで、うんうん、はい、これはやっぱり年代的には比較的新しい、古い、やっぱり古いですけど、ジャズのね、はい、この間紹介してくれた方が古いです、はい、あ、ジャズの方が古い、ジャズの方が古いです。40年代にね、ニューヨークにパラディウムボールルーム、パラディウムボールルームという、まあ、箱、うん、場所ですね。ここがあった、うん、でここがもともと白人さん、まあ言ったら富裕層かな、対象にボールルーム、まあ踊り場を作ったんやけど、鳴かず飛ばず全然流行らなかった、流行らなかった土日だけマイノリティカルチャー、ラティーノ含める、ね、はい、なアフロアメリカンとか、そうの含めて解放してやったのがラテンの箱の大きな場所、そのマンボがここ中心に、だから40年代だよね。なるほどですね、鳴かず飛ばずだと箱からそういう新しい文化が生まれてくるっていうのは面白いですよね、うん、でそんな中やからマイノリティカルチャーもね、多分アフロアメリカンの人がその数字9っていうのを、まあね、ジャズベースそうですね、おそらくそこに持っていって、はい、まあ、それを見たラティーノの人たちがベースは一緒なんですけど、はい、ただあの途中でアクセント入れるのに特徴があったり、数字9っていうのはラテンのそのマンボダンスの中のベーシックの一つとしてあるとあるということですね。じゃあちょっとこう混ざり合って、はい、ラテンにもこう使われていった、うん、それ面白いな、そのステップギアンということで、はい、ラテン風にちょっと、はい、マンボ風にっていうことになったということですね。いや、いいですね、はい、ちょっと今日早速じゃあ、はい、スジキューやりましょう、はい、よろしくお願いします。じゃあ、早速やるんですけども、最初はね、前回ちょっとクーニーがやった形と一緒です。踊るときね、なんかみんな、ラテンの人らは数字9っていう風な踊りを言いながら踊ったりして、やってこう楽しんでる場面もあるんでね。まず最初にね、数字9、うん、数字9で、次、クロスで、伸ばす。で、もう一回、数字9、クロス、ド、数字9、クロス、ド、数字9、トレス、トレス、あ、逆もある。数字9、逆もあるんですね。数字9、トレス、トレス、数字9、トレス、トレス、数字9、トレス、トレス、こんな感じで。なるほど。この動きって、こう入ってこう、こう入ってこうとか、こう入ってこうとか、まあ、こう入ってこうとか、もう結構バリエーションがあるんで、まあでも最初はね、統一してそうですね、やるでしょうか。もう一度やりましょうか。はい。はい、ドゥドゥドゥッタッタッドゥドゥ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 タッタッな、なるほど。こんな感じ。ここの、右左右、この後の、うん、この寄せですよね。そう。ここ結構難しいかもしれないですね。ツイストはね。ツイスト。タタタでツイスト。でこっちの時は乗せきらない。乗せきらない。乗せきらない。どっちかというとこういう
あのリズムの取り方なんで、タタス、これね、そのままスッと、うん、落とす感じ、そう落とす感じで、でこのままスッと押し出す感じ、やると、はい、結構スムーズに動けるので、うん、なるほどですね、はい、はい、でね、前回最後の方に言ってたように、はい、つま先、そうですね、つま先がすごいポイントなので、ポイントになりますね、つま先でこんな感じで、うん、このそう踏み替えの感じ、踏み替えの感じですね、うん、出せるとやっぱり前足がね綺麗に見えますしね、うん、誰だったら気持ちいいですね。あ、し、せ、の。やっぱつま先でしっかり持ってる方がやりやすいですね。スムーズね。スムーズにいきますね。ここのところをちょっとだけ変えますね。ここさえ外さなければ、うん、ね、ここさえベースにしとけば、うん、外内だろうが、うん、内外だろうが、うん、二の足で踏み直せば、うん、そういけばね、うん、いけそうですね。じゃあ音でやってみましょう。ありがとうございます、ゆきさん。
めちゃ楽しい。まあ、めちゃ楽しい。ね、そうですね、マディアスですからね。2GQ、めっちゃ楽しかったですけど、うん、このね、ツイストの感じ分かると結構、うん、開く内でもね、うん、内外でもね、うん、外内でも、うん、裏、後ろでも、前でも、うん、足運びだけで結構いろいろ遊べるっていう感じですね。うん、でこれも、いわば向かい合ってやってるような動きなんです。うん、どっちかっていうと、ラインダンス。うん、まあ、やったりするけど、はい、まあ、どっちかっていうとこう、まあ、ラインダンス的な感じ。なるほどですね。の方がよく出るかな。結構縦の、結構ラテンって流れもあったり、うん、横の流れもあったりするじゃないですか。うん、でこういうのっていうのは、うん、チャチャの感じの縦の流れから曲がこう転調したというか、うん、D メロに変わったよ、サビになったよってとこから結構になったりとかっていうことなんですね。うん、流れを変えるような。うん、そう、あとこの上半身っていうのは結構自由な。そうね、よくやるのがね、さっき国に言ってたような感じで、こう上下にこう男女が動いた中で曲調が変わった時にこういう風に動いたりする。だからこの流れでこういう横にこういう感じでこういう感じで、うん、やって使うという感じですね。うん、そう、まあでもここに関してもね、気持ちが高ぶったら、はい、どんどん市民が入ってきて、ね、ということでございました。数字9の今日はラテンのベーシックのパターンということで、はい、組み替えが入るだけで一気に面白くなりましたよね。うん、はい、で切り返しもしやすくなるということで、うん、ぜひ皆さんもこれマスターして、これ全然素人さんというかね、全然楽しく踊っていただけると思うんで、はい、大の大人が結構2人でやって楽しんでるんで、ぜひやっていただけたらと思います。はい、ということで皆さん、ちょっとでも良かったなと思った方はチャンネル登録、まあ、はい、いいねボタンとかもお待ちしてますんで、はい、本日もありがとうございました。はい、もう一回お付き合いいただけますんでね、ゆくさん、めっちゃ勉強になるんで僕が楽しいんですけど、皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。